どうも、大迫選手のモノマネのヨシです。牧野選手のモノマネのミダリです。坂井選手のモノマネのユセです。2人揃って、せーの、ニッテル神戸です。お願いします。ということで、はい、ヴィッセル神戸、はい、VS、うん、鹿島アントラーズ、はい、現地観戦来ました。いやそして3対1でヴィッセル神戸勝ちました。よし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 やりましたよ。はい、ということで、うん、あの国立競技場でね、うん、ホームでやるというので、うん、3人で応援来たんですけども、はい、なんとねこのユニフォームがね、はい、もらえるという、はい、すごくないこれ、これね、すごい全員、はいはいはい、あ、ありがとうね。あーおーおーということで撮影中、撮影中、ありがとうねー。バイバーイ。あーありがとうございます。勝ちましたね。ということで3対1で勝ちましたが、はい、どうでした緑、はい、いやーまあ正直、うん、もうこれ優勝じゃないですか。もうなるほどね。なんかこう鹿島相手にこの試合できるって、うん、もう、うん優勝ですよ。まあまあそうね、いろんなねこう場面ありましたけど、はい、もう負けないですね、はい、いやほんまにそうやね、はい、もうちょっと現実味が帯びてきたけども、優勢はどうでした？そうっすね、あの、うん、結構あの時間が経ったじゃないですか、 J リーグ の、うん、あの試合の日数が2週間ぐらい空いたじゃないですか。あそう、ね、で神戸って結構そこで負けることが多かったんですけど、うんうん、今日はね全然そうでもなかったんで、うん、もうこれはそのまま順調に勝って優勝いきたいなっていう感じはありますよね、うんうん、にしてもやっぱ今日はね佐々木大樹選手2得点と、はい、2得点で井出春也選手の1点で、はい、最高の試合でしたよ、いや本当に、はい、これからもね、はい、応援しましょう、はい、ふわふわしちゃう勝ったからでしょ、なんかふわふわしちゃう、なんかこの昼の試合ってもいいですよね、うん、この時間にこうなんかまだ今からね、これから、はい、さあということで、はい、以上日テレ神戸現地観戦でした。さよなら、バイバーイ、勝ったぜー。